ったりだけで生きてる、はったりだけで生きてる、はったりだけで生きてる、はったりだけで生きてる。小暮です。イケメンです。くちゃわかんないかもね。金でできた家、ダイヤでできた車、ノーベル金持ち賞、ノーベルイケメン賞、ノーベルすごいでしょ、世界で一番最強。おっと、ローマ法王から電話のようですね。ごめんなさい、僕の家は金でできてるんです。その日は武道館でワンマンライブなんです。メジャーデビューしてからモテすぎて困ってるんです。当たりだけで生きてる、当たりだけで生きてる、当たりだけで生きてる、当たりだけで生きてる。サックスそれは楽器だ、シックスそれは数字だ、スックスそれはなんだよ、ソックスそれは靴下。年収100億、家1億平米、フォロワー5億人、再生数4兆。ただの人間にはわかんないかもね。孤独に生きる天才の悩み、ライバルもいない、ハードルもない、敗北も知らない、要するに最強。波動拳ですか、出せますよ。高校生の頃国体4連覇したんですよ。体脂肪率は 2% です。 100m なら大体8秒くらいで走れます。家に帰ると裸の美女が100人くらいそこに待ってるよ。ベッドの上に布団はないよ。一肌で僕を温めさせる。はったりだけで生きてる、はったりだけで生きてる、はったりだけで生きてる、はったりだけで生きてる。はったりだけで生きてる、はったりだけで生きてる、はったりだけで生きてる、はったりだけで生きてる。はったりだけで生きてる、はったりだけで生きてる、はったりだけで生きてる、はったりだけで生きてる。サックスそれはガキだ、シックスそれは数字だ、スックスそれはなんだよ、ソックスそれは靴下。僕に惚れない女性は見たことがありません。なんて言ったってこの顔ですからね。イケメンです。もちろん外見だけじゃありません。僕の内面、それは一言で表すとすると天才です。はったりだけで生きてる、はったりだけで生きてる、はったりだけで生きてる、はったりだけで生きてる。サックスそれはガキだ、シックスそれは数字だ、スックスそれはなんだよ、ソックスそれは靴下。あれは忘れもしない遠い日のこと、僕の熱烈なファンが僕と握手をした瞬間爆発したんだ。その時僕は不覚にも涙してしまいまして、ね、知ることができたんですよ、愛を。え、僕が信じられない。まあそれも致し方ないことなのかもしれませんね。なんせイケメンで大金持ちで運動神経抜群で天才ですもんね。